さて新学期が始まりまして、勉強やスポーツそして趣味など新たにこう熱中できるものを見つけるという若者も多いと思います。はい、あることに熱中し周囲の大人たちを驚かせている中学生を取材しました。中学3年生の笠井翔吾君、今最も関心があるのは縄文時代。自分で作った火起こし器で火を起こします。そして住宅の一角に完成したのは手作りの縄文時代の縦穴式住居です。近所で遺跡が出たんですよ。でそこで土器を拾った時から縄文時代にはまって、で4年生の時に火起こし器を作って、5年生でこの土器を作って、6年生で料理をして、で流れでもう住んでみようっていう感じになってこの縦穴式住居を作ったんですよ。笠井君は何度も博物館を訪れ縄文時代の人々の暮らしを学びました。笛吹市とか鶴市が、まあ、県の前園課税センターを中心に発掘をしたってことなんですよ。学んだ知識をもとに自ら考えて作り上げた縦穴式住居、竹を紐で結んだ骨組みの上に藁を乗せました。藁の穂先を下に向けて雨漏りをしないよう工夫しています。大敵は風、すぐに藁が飛ばされて壊れてしまいます。そのままにしておくと雨が入るため常に修理しなければなりません。生活に必要な火起こし器、手入れが欠かせません。これ今何やってるんですか？ここは尖らせて摩擦を大きくするために削ってます。最初は丸いままになってたんで全然火が起きなかったんですけど、尖らせたら一気につくようになりました。そこの父親の義人さん、困った時は相談に乗ってくれる良き理解者です。どうだな、好きなことにがあってね、それに打ち込めたってことはいいことじゃないですかね。今なかなか一つのことにこう長続きしないことが多いですからね。笠井君はこの日縄文時代の料理に挑戦しました。自分で作った土器にキノコや里芋などを入れます。博物館で調べた結果、縄文時代の人たちが食べていたものに近い食材だからです。味付けは塩だけ。美味しいです。豊かなのは、まあ、現代の人なんでしょうけど、まあ、なんていうんですか、知恵と比べてみれば縄文時代の方が素晴らしいと思うんで、まあ、そういう人たちが今の現代にいればもっとすごいことができるんじゃないかなと。努力すれば成果は出るっていうことを勉強に生かしていければいいなと思っています。一つのことを極める喜びを縄文時代の文化から学んだ笠井君、これからも縄文の知恵にこだわり続けます。縦穴式住居までね、まあ、でも一つのことにこだわって極めるっていうのはいいことですよね。笠井君の次の目標は、はい、縄文時代の服を作ることだそうです。そして将来の夢は考古学者になって世紀の大発見をすることだそうです。はい、期待しましょう。はい。